先月25日からの記録的な大雨で川が氾濫し浸水被害を受けた山形県酒田市では130人の災害ボランティアによる復旧作業が行われています。住宅の浸水被害がおよそ300件に上る山形県酒田市では先月30日から災害ボランティアによる活動が始まっています。ボランティアの受け入れが始まり初の週末を迎えた今日、県内外から平日のおよそ2倍となる130人が集まりました。30度を超える暑さの中、浸水で汚れた家具の運び出しやゴミの搬出などの活動をしています。映像で見えるよりかはやっぱり実際見た方がひどいですね。我々ボランティアの方も手助けできることは手助けしていきたいと思ってます。